状況の複雑な依頼が届いています。我々の判断ではあなたこそがそれを対処するのに最も適したお方です。さすがはあなたですね。でははっきり言いましょう。今回の依頼者はリーユエから来ており、見た目が個性的な若い音楽家の方です。彼女は臨時の通行証を持っているのですが、もうじき期限切れとなります。追い出されないためにも、このことに詳しい方に頼んで再び手配してもらわなければなりません。そんながっかりした顔するなって。なんで厄介事を期待してるんだよ。でもリーユエから来た個性的な音楽家のお姉さんって、はっ、おいらわかったぞ。おや、お二方のお知り合いでしたか。その女性は依頼を出した後に遠慮奉行に向かわれました。そこで彼女に会えると思います。しかし最近は天領奉行も事務で忙しくしていると聞きました。彼女の問題を解決してあげられる時間はないかもしれません。もし本当にあいつだったら、今頃天領奉行の入り口でロックしてるかもな。でもロックはすごいんだろ。早く行ってみようぜ。万が一治安妨害で捕まってたらまずい。
中止なんだ。しかも参加するはずだったあたいがそのことを最後に知るなんて。主催者側が申請した通行証ももらえねえし、今ある臨時のやつももうすぐ期限切れになるし、本当についてねえ。ライブに一番情熱的なのに一番厄介なトラブルに遭うなんて、本当にかわいそうだな。はあ、これが音楽家の試練ってやつなのかも。でもコンサートが最終的にできなくなるなんて状況は別に初めてじゃない。よし、愚痴はここまでにしよう。立ち直りが早い。あたいはロックミュージシャンなんだ。粘り強さこそあたいたちの魂さ。だからすぐに行動を起こすと決めたぜ。冒険者協会に行って助っ人を頼んでいる間、あたいは天領奉行に直接行って事情を聞く。同時進行で解決を図ることにした。でもあたいはもうここに半日も経ってる。天領奉行の武士たちが何をしてるのかわからねえが、ずっと忙しそうにしてるし、あたいに構う時間もないみたいだ。そんな、実は何もやることがなくてサボってるだけなんじゃないか。平気平気、外に出た以上困難はつきものだぜ。旅人、北斗さんからあんたはもう稲妻についてしばらく経ってるって聞いた。それなら現地のやり方を知ってるはずだよな。あたいを手伝ってくれないか。よかった、通行証のことが終わったらあんたにも情熱あふれる曲をお礼に作ってやるぜ。さっき忙しいと言ったはずだ。ちょっと待った、おじさん、今詳しい人が事情を話すから。九条サラ様、あ、君が上野行っていた旅人か。この外国のお嬢さんは君のご友人で。そうだぞ、こいつは他の奴らにすっぽかされたせいでここで立ち往生する羽目になったから、臨時の通行証の期限を延ばしてほしいんだ。外国人を困らせないためだと思ってさ、ここはなんとか頼むよ。少し誤解しているようだが、わざとお嬢さんを困らせているわけじゃない。今天領奉行は本当に上も下も大忙しなんだ。最近大きな問題があってね、我々も人手不足なのさ。このお嬢さんの問題を処理できないのは、彼女の前で待っている人が多いからではない。通行証を処理するような些細な仕事に誰も時間を割けないからさ。些細なこと？はあ、俺の立場からでは多くは言えない。九条サラ様なら中にいらっしゃる。直接。本当にいいってことよ。おじさんもいろいろ大変だな。諸君、隊列を組め。戦闘部隊に続いて場外に集合だ。旅人、それに他の方も。何か用か。構わない、お前たちがいきなり天領奉行府に来るなんて、何か厄介なことにでも遭遇したのか。何か私に手伝えることがあれば言うといい。よかった。諸君、隊列を組め。戦闘部隊に続いて場外に集合だ。旅人、それに他の方も。構わない、
お前たちがいきなり天狗何か私によかった。なるほど。天領奉行は近頃人事異動が頻繁な上、厄介な状況にも見舞われている。人手が全く足りていない。早々にお前の友人の要求に応えることができなかったのは我々の手落ちだ。すまない。お前たちがこんなに慌ただしくしてるなんて珍しいな。何か大きな問題でもあったのか？そうだぞ、大変な事情があったんだな。気にすんな、あたいの来たタイミングが悪かったんだ。そうだ、こうしようぜ。お前はオイラたちに何が起きたのか話して、オイラたちができる限り手伝う。その代わり、お前は深淵のために通行証の延長を手配する。これでどうだ？あらゆる場面で人手不足の今、お前たちのような実力者の助っ人がいれば。分かった、事情を話そう。近頃荒海地域に突如名もない秘境が出現し、恐ろしい力を持った魔物がその中から次々と現れ始めたんだ。天領奉行は魔物の相手が得意なはずだろう。秘境は想定外の圧力となる。私もすでに偵察兵を調査に送った。もともとは私が直接隊を率いて現場に行くつもりだったが、前線に長くとどまれば天領奉行府は誰も監督がいない状況になってしまう。そあんたが欠けることで不足するのが戦力なら、あたいたちがそれを手伝う。これでそうだな、オイラたちが手伝う代わりにお前もオイラたちを手伝う。その言い方はちょっと強引すぎるんじゃ。いや、感謝する。確かにそれが今取れる策の中で一番適したものだ。他のものであったなら私は絶対にこの要求を受けない。だが稲妻至高の神将軍様でさえも旅人の実力を認めている。お前たちに任せられるのなら私も安心だ。おいおい、あんたら稲妻ですごいことをやったみたいだな。確かに前にシャンリンからも聞いたことがある。あんたは大事をなす人だって。九条サラさん、あたいたちはこれからどこに行けばいいんだ？今すぐ現場まで連れて行こう。しかし私はこれまで現場に向かう時間がなかったゆえ、おそらく安全面については正確に予測できない。念のため各自戦闘用の装備と支援物資をできるだけ用意しておいてくれ。費用は立て替えてくれよ。いいだろう、ではすぐに府内に申請を。待ってくれ、通行証の手配って費用がいるんだよな。それを立て替えてくれよ。こっちの費用はあたいが受け持つからさ。そんなんじゃねえって。実は船を降りる前に北斗さんからモラを一袋もらったんだ。それを溜め込んどくのもあれだし、それにこんな面倒をかけたんだ。ちょっとは何かしないとな。袋の中のモラはあたいたちで分けようぜ。軍事手当ってことにしよう。本当に理解のある善良な方だな。いいってことよ、気にすんな。それであたいの通行証は？そのことは私が直々に手配しよう。安心してくれ。